いや、これミスっちゃったよね。ムービングパーツ、この間出たね、9月30日出たムービングパーツ、結構前にね、フラゲ状態で届いてたんですけど、まあ動画にはしてなかったというか、動画の順番的にね、まだ出してなかっただけなんですけど、これね、開封して、もう一つずつ確認したんですよね。っていうのが、発売日に、まあ店頭でね、買うつもりだったんで、買うっていうか行くつもりだったんでね。で、結構バリエーションあるじゃん。ムービングパーツもマッチボックスの。バリエーションの確認、左右のハンドルとか、荷物の有無とかを確認してる動画を撮ってたのに、それがさ、金曜日の話だからさ、結構前やん。前やん。その後何本も動画出してるからさ、なんかこう動画を映すときにさ、移動させるときに誤ってさ、何この動画、なんか変なのあんなみたいな感じで消しちゃって、だから冒頭部分がないの。てなわけで、ムービングパーツなんですけど、まあマッチボックスのね、動画が続いてて大変恐縮ではございますが、だってリリースラッシュだったもんね。4種類出たのか。まあ、散々言ってるからもういいよね。で、今日はこれを開けていこうかなというところなんですけど、今回ムービングパーツはバリエーションなかったね、多分。多分なかったと思うんで、全部同じハンドルの位置、左右と、あと荷物の有無もなかったと思うんで、これぐらいかな？うん、これも一緒だったしね、そう。なんで、どんどん行こうかな。だから、増車はしないでよかったね、今回。まあ、ムービングパーツも値段上がっちゃったからね、増車とかバリとかね、追いかけるのも辛くなっちゃったからね。まあ、よかったっちゃよかったけど、張り合いがないっていう面もあるっていう、なんか変な気持ち、わかる。で、全8車種で、今回はかぶりなしですね。たまにほら、4種類で2個ずつだったり、6種類で、なんか2個被ってるのがあったりとかしたんですけど、今回は全くないですね。じゃあ、これからいくけど、これは、なんか番号バラバラやん。54分の6とか、若いのがあったり、54分の30とかあったりするけど、まあ、いいか、適当に向いていくか。じゃあまあ、どんどん向いていきましょうか、っていうところなんですけど、向かないのからね、これは、70周年の一応パッケージになってるから一応取っとこうかなと。まあ剥きたくなったら剥くよ。1961ジープ FC おお、これちっちゃいねすごくちっちゃいね。あ、なんか触りてえな。やっぱ剥きたくなったんで、これ増やしちゃうバースで入らんかなと。あとこれ2022レクサス LX、 これジャパンシリーズ向いちゃったんで、全く同じだしね、中身もうこれはいいかなと。荷物の有無も一緒だしね、荷物部分も。まあ、この2種はね、ちょっと開けずに取っておこうかな。取っておいても仕方ないよな。あとはどんどん向いていきます。個人的にちょっと楽しみしてた2023日産 Z ですね。これ以前あれかな、ジャパンシリーズに入ってたよね。あれ、青か。青が入ってたんだ。今回なんかスタンダード、なんだっけ、イカズチイエローか。イカズチイエロー。これもさ、結構、もう持ってるからさ、トミカが最初だったかな。あれ、ホットイールか。あれ、どっちだっけ。まあそんな感じで、ホットイールもトミカも、マッチボックスももちろん出てたし、ジャパンシリーズで青がね。黄色でももうね、ホットウィルでもプレミアムもベーシックもあるしさ、64分の1で言えばタッカラトミーアーツのガチャとか、なんだ、ミニ GT とか、あ、教書も持ってるわ。なんで、なんか新鮮味はないけど、これええぞ。これええぞ。パッと見た感じでええぞ。あー。スケール感的にはね、多分64分の1ぐらい。ちょうど。大きすぎず小さすぎずって感じで。多分ホットイールよりはちょっとちっちゃいぐらい。トミカとか。トミカどうだったっけ？忘れてた。開くのがいいんだよね。でも左ハンドル。あ、ここがちょっと塗装がね、残念。ここわかるかな？黄色が見えてるのがね。
他はね、ええよ、やっぱ。あれ、青の時、こんなに感動しなかったけど、これ、ええよ、結構。今回なんか大量リリースで、ムービングパーツはもういっかとか、スルーされてる方いらっしゃったら、とりあえずこれだけでも買ってみ、あ、でも後からどんどん見ていくからまだおすすめあるかも。これ、ええよ、この、うん、色もちょうどいい感じだし、薄すぎず、濃すぎず。サイズ感、ああ、私のちょっとウィンドウにスレがあるけど、まあいいや。ああ、ちょっと傷あんな、ウィンドウ。ここわかるかな。あ、でも、うん。いいね。ミニ GT とか、強小とかって、どちらかで言えばモデルカーって感じじゃないですか。ミニカーサイズ、あの、3インチサイズ、いわゆるトミカサイズの Z で、これ一番いいんやない？一番ええよ。多分。これ、あ、青どこやったかな、一緒に並べて飾りたいけど、あ、これはこんなに良かったんだ。ここの起伏なんかミニ GT よりもいいぐらいじゃない。ちょっと色飛びやすい、色飛びやすい色だけど素敵だわ。あ、いいね。どんどんバリ展開してほしいね。自分はね、好きなものからどんどん食べていくタイプですからね。これも期待してたの。メルセデス・ベンツ・スプリンター。スプリンター、あの、あれかな、ホットウィールでも出てたよね。なんだっけ、DC のアソートで。あ、ワンダーウーマンとかさ、あったりとか、その後もなんか出たよね。あの、ドイツランとかな。出てたよね、確か。あ、待って、マッチボックスで初めてかな。出ないし、これ、でかすぎて。でかい、重い。かっけえ、やべえ。え、どこ開くの、これ。待って、これ、よく見たら、ドアの色と本体色一緒だね。これも一緒だ。ほとんどわからないぐらい。待って、どこ、スライド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 だ。スライド。待って、どうすんの、これ、こうは。こうか、こうか、こうか、こうか。全然映ってなかった。こうだ、こうだ。あ、本当は若干違うけど、もうわかんないレベルっすね。これ。ごめん、笑った。すごくいい。でかくて存在感あって。ああ。これ、あれだよね。あの、ホットイール出てたやつだよね。新車だよね。多分。マッチボックスでも。こすっげえいいぞ。でけえし。で、あ、でかいからとか、重いからいいわけじゃないけど、荷物乗ってるしね。これ、この辺はホットイールなかったの、こんなのね。これいいぞ。でもね、皆さんのミニカーケースとかディスプレイケースになかなか収まりが悪いぐらい高さもあって、いいかも。あ、マッチボックスってロゴがちょっとダセえけど、ここの木いらなかったかな。でも、あ、いいね。色もいいよ。ちょっとね、真っ白じゃないのよ。あの、ちょっと、なんだろう、ベージュっぽい感じ。あ、ここ、タンポか。ちょっと、歪んでるけど、いい。ここは、あ、気づかと思った。ゴミだった。これ、いいぞ。よかった、よかった。ちょっとこの辺塗装してやると全然変わってくると思うんですけど、めっちゃいいやん、これ。あ、これも増やしたくなる。なんか、あの、いいのがあると増やしたくなるんですけど、最近あの2台3台行かないようにしてるからさ。でも欲しくなるな。テスラモデル3ですかね。赤がね、いい感じよっ。あの人気がないルーフのやつ、しかも擦り傷たくさんあるし、これちっちゃ。あ、これはちょっとあれかな。でも今回あれだよね、可動箇所となんだ本体色が同じっぽい感じ。全く同じではないけどね。あ、ドア開くね。これは残っちゃうかな、ごめん。のペットしてんな。いや、だって明らかにこれとこれ並んでたらこっち買うでしょう。まあ、悪くないけど、あえてね、今高っけえしね。ムービングパース500円ぐらいすんのかな、今。だよね。
これねえ、300円ぐらいだったらみんな買うかな、どうかな。トヨタ FJ クルーザーの赤、これも赤だね。おお、あ、なんか赤イメージないけどさ、たまにはいいんじゃない、なんかこうね、わかる、なんだろうな、いつもこう醤油で食べてたけど、たまにポン酢で食べると、わ、なんかポン酢もいえやみたいな、例え悪いね。これも、あ、ちょっと暗いかな、ちょっと差がある、本体色とドア部分に。でもこれちっちゃいのよね、だって Z と並べたらこんな感じだよね、ちょっとでかければよかったけどね。これもあえてかな、あえて買わないかな、どうかな、みんなどうかな、残っちゃってかな。でも日本車だしね。あ、赤じゃない、赤、あ、いや赤だけど、ちょっと朱色っぽい感じのラメが入った感じだ。あんまり高級感はない感じのラメですね。タンポ細かいし悪くはないけど、わざわざねって感じがせんでもない。シトロエン EC4X かな、ちょっと小ぶりだけどなんか良さそうな感じがする。悪くないね、ちっちゃいけども。で、可動箇所、あ、ボンネットだったか、ここ塗られてる、もうちょっと開けよう。ちょこっと塗られてますね、ポイント的な感じで。あ、でもこれ悪くないね、いい。あ、全然ノーマークだったというか、正直箱買いしたんでついてきた感はあるけど、意外と悪くないけど、このルーフ、ここな、あとなんだ、 E って書いてあるから、やっぱり電気自動車、グリルが寂しいのと、ただ色はいいですね、結構濃いめのメタリックシルバー、ガンメタってほどでもないけど形もいいね。この辺なんだろうな、あのプラパーツを利用したこういうのって、なんだこういうのってわかる、この辺ってやっぱうまいよね、マッチボックス独特ですよね。タンパはこんな感じで、この辺のやっぱシトロエンとかいうのはね、やっぱマジョレットでね出してほしいけど、最近あんま出さないからね、マジョレット。あ、いいね、あ、意外と良かった。あ、ノーマークだったけど、マジでこれ内装がもうちょっと白とかだったら映えたかな、白単系茶色系とかだったらどうですかね。あ、意外とかっけえよこれ。これ最後ですね、2020日産リーフ、これも相当出てるし、この間ジャパンシリーズでも入ってたから、まあ色違うけど、これね、青メタ青っぽい感じ、メタっていうか、なんだろう、ラメが入った青ですね。あんま綺麗な青じゃないけどって感じで、あ、ここちゃんと塗られてる、私初めてかも、マッチボックスのリーフで。だいたいここがね、こう、なんだろう、塗り残しがあってって感じで。あ、ルーフこんな感じやったんや。知らんと、なんかザラザラしてる。あ、意外と綺麗かもね。で、ドア開閉ギミックありのですけど、ちょっと、ちょっと色違うかなって感じだけど、そこまで極端には変わんないから、あ、今回ムービングパーツ優秀ですね。あ、タンポも細けえし、あ、いいかも。あ、意外といいね。でも超いいってわけじゃないけど、佳作って感じで、まあ、もし店頭に残ってて見た感じよかったら買ってみてはどうですかっていう感じのレベル。あ、ここ色違うんだ、知らなかった。わざとだ、あ、担保してあるわ。すごいね。あ、なるほど、意外といい。マッチボックスのムービングパーツ見てったんですけど、やっぱね、この2種はね、買っておいた方がいいぞ絶対。
絶対いい。私あのなんだろうな、あの以前ね、あまりにもおすすめしすぎて買うのを強要されたみたいなこと言われちゃったんで、あんまり言わないのですもしよかったらね買ってみてとかね、そんな感じ、あそこそんなことも言わないか、これはいいよとかぐらいしか言わないけど、これこの2種、日産 Z となんだっけ、メルセデススプリンターだっけはね、ちょっとこれはいいぞマジで。ちょっとムービングパーツ弾数が少ないっていうか、店頭ではね 2,3 箱しか入荷しなかったりとかしてたと思うんで、ちょっとこの2種売れてるかもしんないですけど、バースデーもねベーシック入らないけどムービングパーツ入ってるから、もしかしたらバースデーに行ったら残ってるかもしんないから、この2種だけ買ってみて、良ければっていうか、もう開けた方がいい、これ開けて手に持ってみてくださいよ、これいいぞ。でこの Z に関しては、そっかマッチボックスで出たかぐらいにしか思わなかったんですよね、前回青かな、ジャパンシリーズの。でこのイカズチイエローを見たら、わあなんかいいよとか、無理してっていうか、ミニ GT とか強賞とかもすごくできよかったけど、そんな高いの買わなくても500円程度でこのレベル手に入るんだったら全然いいっすね。トミカとかも良かったし、まあもちろんホットイールも良かったしですけどね、これはいいぞマジで。この2種はね必須必須。あとはねどうかなリーフも結構出てるし、でも色結構こう見たら綺麗だし、シトロエンなんだっけ C4 なんちゃらは覚えろってね、もしよかったらねって感じですね。この2種だね、尽きる。これはまあ記念カードだから一つは持っておいた方がいいと思うし、レクサスはね、あの、ジャパンシリーズで出てるんで、そっち買ってもどっちでもいいかな。まあ、ブリスターごとね、飾りたいという方は、ムービングパーツの方買った方がいいかもしれないですけど、中身全く同じですからね。だからもうほんと、この2種だよ、この2種。この2種はね、絶対買っといた方がいい。お金ないけど、私、増車するかも。お金ないのよ、本当にマジで。ベーシックが出るしね、今週末。だけど、無理してでも、買っちゃうかな。すっげえいいぞ、本当に。いや、私がこんなにおすすめすることあんまないっていうか、別に、マテルさんっていうか、マッチボックスかな、何かもらってるわけじゃないけども、ステマじゃないけど、ねえ、いいよ。たまには言うよ、僕も。これは買っといた方がええ。まあ全然興味ないよとか、私の動画見てなんかもう買った気分になれたからもういいやって方は全然いいと思うんですけど、ちょっとでも興味持たれた方はね、あのぜひ手に取ってほしい1台っていうか2台ですね。うん、じゃあすいません、あの最初と最後の方で中間とかでちょっとテンションがね変わっちゃって本当申し訳ないですけど、まあそんな感じだよまだまだね、あと明日ぐらいまでね、マッチボックス続くかな。ひょっとしたら間に何か挟むかもしれないですけど、あとコレクターズが残ってますね。あれもちょっと楽しみだったものも入ってるんで、冷静にレビューをしていきたいと思いますよ。今回みたいな興奮はしないよ。でもこれええよ、すごく。マジでええの、この2種。って感じです。はい、すいません。引っ張りすぎだ。ここで見ていただいてありがとうございます。あ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。